皆さんこんにちは、陽楽の五十嵐です。今日はミルクティーの飲み比べ、どの茶葉がミルクティーに一番合うのかな、またどういう違いがあるのかなというのをお伝えしていければと思います。まあ、ミルクティーといってもミルクすごいたっぷりのロイヤルミルクティーっていうのではなくて、あくまで多めの紅茶にミルクをちょっと入れて、ミルクの風味と紅茶の風味もちゃんと感じられるミルクティーというものに限ってやってみたいと思います。では今日はこの6種類なんですけど、簡単に説明しますと、インドのアッサム、ケニアのケニア、それからスリランカのルフナ、スリランカの、ウバ、それから中国のキーマン、そして最後、これちょっと人気があるので、アールグレイですね、フレーバーティーなので、このどこの国のっていうわけではないんですけども、ちょっとブレンドをした茶葉にベルガモットの香りをつけてあるアールグレイというのも、ちょっとおまけでやってみたいと思います。ではまず、ミルクティー大好きな人は、一番好きだと言われる、アッサムですね。では飲んでみます。そうですね、ロイヤルミルクティーとかチャイも使われるんですけど、一番か、ミルクに負けないコクがあるということなので、お茶がちょっと強めで、ミルクもしっかりと感じられる、これ美味しいですね。今日は CTC と呼ばれる製法の、ちゃんとミルクティーに適したものを、使っております。それから次がケニア。はい、ケニアもやっぱり美味しいですね。こちらもよくミルクティーに使われたりします。あと、色が濃いものも多いので、ブレンドにも使われたりしてますね。最近アフリカの紅茶結構生産量増えているので、皆さんも飲む機会が多いんではないでしょうか。じゃあ次、スリランカのルフナ。先ほどのアッサムケニアとちょっと打って変わって不思議な味と言いますか、ミルクに合うんですけど、ちょっと感じが違う合い方なんですよ。こちらのスリランカの方とかミルクティーにするとき、結構ルフナ好きっていう方が多くてですね、うちのスタッフさんもルフナのミルクティーが一番美味しかったという方が多いんですね。こちら形状は BOP、 CTC みたいに丸め直してはいないんですけど、ちょっと色が黒くて、面白いというかですね、いう茶葉ですね。次、世界三大紅茶のうちの一つの、ウバですね。ちょっと今回は大きいゴロゴロしたタイプのものを使っています。ウバといえばこのちょっと刺激的な、風味がすごく有名なんですけれども、それがちゃんと感じられて、ミルクも感じられる、すごくバランスのいいミルクティーですね。スリランカ行った時とか、これと一緒にジンジャークッキーとか食べるとすごく合うんですよね。皆さんも機会があったらぜひぜひ、ウバとミルク、ジンジャークッキーで、一緒に食べて飲んでみてください。で次、これ中国のキーマン紅茶、これも世界三大紅茶ですね。中国紅茶のキーマン、はい、これもまた全然違った風味のミルクティー。渋みもともと少ない茶葉なので、コクという面ではそうでもないんですけど、なかなかミルクに僕合うと思うんですよね。僕個人は結構、好きな、紅茶のミルクティーですね。一応ここアールグレイはちょっと置いといて、総括なんですけども、こちらやっぱり味としましては、ミルクと、紅茶の味がしっかりコクが感じられるのは、やっぱりアッサムが一番感じられるなと思います。次にはやっぱりケニア。こちらも CTC 製法で、かなりミルクも感じられ、紅茶も感じられる。で、ルフナは、ただこの2つは香りっていう面では実はそこまででもないんですね。そこまで、あるはあるんですけど、こっちに比べてという話です。ミルク入れると香りって若干こう、弱めになっちゃうんですよ。ルフナですね。ルフナはちょっとこうコクっぽいのもあり、ちょっと香りもそんな強くもないけどあるみたいな感じで、ちょうどここら辺の中間地点みたいな感じなんですけど、ちょっとこれは本当に味好きな人、普通の人っていると思うので、ぜひ試していただきたいものではありますね。ウバに関してはもうこれ香り感じたいですと、ミルク入れて少しこう優しく口触りを飲みたいという人にはもうウバぴったりだと思いますね。これはなんかお茶の香り感じたい人はぜひぜひ、おすすめです。で、キーマンは本当にこれ難しいですね。僕はすごい美味しいと思うんですけど、いわゆるアッサムとかウバとかともまたちょっと違った風味なので、ちょっとこれも皆さんの感想を聞いてみたいところになります。で、最後ちょっとアールグレイいきますね。ベルガマットの香りが、して、これはこれでなかなか美味しいと思います。ただこちらが今のこれとちょっと違うっていうのは、先ほど申し上げた通りフレーバーティーなので、原料に何使ってるかによって
ミルクに対しての感覚が変わっちゃうんですね。例えばアッサムにつけたらアッサムっぽくなりますし、ウバにつけたらまあウバっぽくなっちゃうということなので、今回は、とりあえずおまけとして、やっておきます。でも結構ミルクティーにされる方多いので僕はいいと思いますね。一番どれがと言われると僕も困るんですけど、面白いという期待を持って、キーマン面白いんじゃないかなと思います。では皆さんいかがでしたでしょうか。ロイヤルミルクティーみたいに半分以上ミルクっていうわけではなくて、お茶がだいたい 120cc ぐらい残ったのかなと、ミルクが 40cc ぐらいですね。大体そのぐらいの割合で、入れています。いいと思った方はいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとコメントとかありましたらどんどんいただければと思います。あとまだチャンネル登録していただけない、いただいてない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ではまたロイヤルミルクティーとかでもやってみたいところではありますね。皆さんまたお会いしましょう。